審議はこれです。そのお話ももしよければ配信中ですし、立証が簡単です。納得のいく処理をしてくだされば対応いたします。弁護士を立ててください。こちらも準備します。行動は避けることができますが、言動は避けることはできません。まずは動画をお持ちしております。私の枠だったような気がしますので、ふわっちに動画を出すように連絡しますのでお待ちくださいということで、まさやん vs 水素ちゃんの裁判編が始まるかもしれません。はい。だから法廷で会うのか、まあでも内容的には裁判をするというより、その動画を開示請求してそれを見てその後に裁判するかっていう流れだね。でちなみに水素ちゃんのことを悪口言っちゃったんだって、まさやんが。それでまあなんて言うんだろう、まあ水素ちゃんに対して2回目らしいからね、まあこういう結果になったっていう流れです。はい。でお金はねすごく持ってるらしいんですって。でもしねそのお金の部分で示談した場合はもう寄付するぐらいまで言ってますね。だからもうほんとここに関してはもうなんていうプライドというか、まあ、名誉の部分かな、そこのことを言ってるんじゃないかなと思います。はい。まさやに電話しろ。俺水素ちゃんの LINE は知らないんだよ。まさやにかけるか。出てくれるか分からんけど。俺もちょっと何言ったか気になるわ。寝てるかもね。でもね、あ、まさやん、おはよう。おはよう。どうしたん？いや、まさやん、前、ほんとごめんね。あきこママのバーの時さ。あ、いえいえ。なんか俺、まさやんに対して抱きついて、めっちゃベロ入れた記憶があるんだよ。あ、そうだね。それはちょっと、あれやったけど。まあ、ほんと、それだけはほんと勘弁しよう。奥さんいるのにごめんなさい。いえいえ、まあまあ、大丈夫よ。うん。でね、今日、タイトル今日、まさやんにしたんだよ。おう。どうやらまさやんがね水素ちゃんに訴えられるっていうやつなんだけど。ああその件ね。そう、あんまこれはどうなんだろう、言わない方がいいかな。じゃあ、いやいや、俺もツイッターにも上げてるし向こうも言うてるし。あー、もういい、うん、言わない方がいいことはないけど、うん、あー、まあそっかそっか。え、そうそうそう、まあ、結果的にはまさやんが自爆で水素ちゃんのことを酔っ払ってディスったっていう流れなのかな。そうそうそう、それをそれで、そう、うん、それで2回目なんのかな、なんか水素ちゃんの、まあ、そうだね、うん、それに怒ってもう分かりました、なんか訴えますみたいな。ああ、なるほど、うん、で酔っ払ってたんだよね、まさやはね。そう、え、キャンプ終わりだったんだよ、なんか一緒にやってたんだよね、キャンプは。そう、キャンプ一緒にやっとさっき帰ったよね、うん、うんうんうん。それその帰った後に言うとって俺。え、ちなみにどんなことをバンって言ったの。いや、あの、覚えてない、うん、いや俺録画見返したんや。あ、一応見たんだ、うん、そうそうそう、うん。で見たら、可愛いか可愛くないかで言ったら可愛くないよねとか。ああ。だからそういう、うん、あのなんていうや、容姿に関わることを言ってたわけよ。あ、なるほどね。容姿の部分でちょっと暴言というより容姿ディスみたいな、うん。そうそうそう。あ、なるほどなるほど。でそれをたまたま水素ちゃんが見てたんだ。まあたまたまっていうか、まあ一緒にキャンプしたからな。やっぱ。あ、そうかそうか。その後どうかな言うて見てたんやろな。うん、でまさやんが覚醒状態だったのその時に。まあそうやね。どうなっちゃうのこれは。初めて酔っ払ってる時の動画見たわ。え、なんてなんて。初めて酔っ払ってる時の動画。あ、見た。ゾッとするでしょ自分の酔っ払ってるの。もうゾッとするし、なんかもうヒカルくんとかにもめっちゃひどかった。あ、ヒカルにも言ってたの。そう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 、うん、まさやんは俺ね、ほんと好きなのよ。酔っ払ってる時のまさやんは、正直言うと俺ね、弾けてるまさやんが大好きなんだよ。いやーすごかったね、人の話全然聞かんしな、うん、あ、そうかそうか、やめとけとか言われてたんだ。
まあまあまあ、なんか言われてても無視みたいな。ああ、マジかよ。そうそうそう。じゃあ結局さ、もうこれは裁判するってなったら、もう分かりました。じゃあやりましょうかって流れなのかな。え、だってそうなるんじゃないの。俺はあんまこういう経験ないけどさ。やっぱ言われたらもうそれに応じるしかないんじゃないの。うん、まあそうだね。まあ要は言ってしまったのも事実やし、うん、まあもちろん謝ったけど、うんうん、そうなってしまったら、まあ要は、うん、なんていう、今後どうするかみたいな感じになるんじゃないの。ああ、そうかそうか、そうだね。そうそうそう、俺もね、そんな感じだから、うんうん、気持ちはわかるけど、まあでも、まあ、うん、大変だね、本当。いやまあ、俺も大変だから、お互い頑張ろうね、本当に。いやもうお酒がな、うん、もう法律で何やったらよかったんかもしれないな。本当ごめんなさい、お酒ね、俺もすいません。俺は何もされてないからあれやけど、うん、いやまあちょっとね、なんかごめん、俺から電話した。俺もちょっと反省しなきゃいけないなって思った。いや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 、本当すいません。いえ、でまさやんはまあ一、うん、回ね、なんか内容証明来てたんだよね、あの昔。あ、昔な、あのラムネタンだっけ。いや違うよ、何やったっけな、名前なんか女の子だよ一応ね。そう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 、俺もちょっとど忘れしちゃったけど。そう、でも結局それは嘘だったって感じだったのね。いや嘘というか、うん、まあ要はやったことを俺が言っちゃって、その時は暴言とかじゃない、暴露したんだよ。ああ、うん、欲しかったみたいな内容書面送られてきて、うん、どうしようって言ったけど、とりあえず置いたら、うん、まあその後何の進展もなく。あ、そっかそっか。そう、もうやめよう、お酒、お互いに。まあ、やめるか、ね。ああ、やめよう、もう。麻雀しとこう。もうダメだよ。麻雀でいいよ、もう。ああ、麻雀が平和でいいよ。うん、ほんと。ピンフで行こう。そうやな。じゃあ、おかしいおかしいおかしい。ピンフで。じゃあ、まあ、まさや、もし、機会があったらさ、暇があったら麻雀でも打とうよ。あ、打とう打とう、ほんまに。うん。ごめんね、電話しちゃって。まだ誰かおったら誘ってよ。俺も誘うし。俺ね、もう、麻雀の人たち、もう、麻雀3ヶ月ぐらいやってないけど、誘ってもね、連絡がね、返ってこないんだよ。あ、そうなの。そうそう、もう嫌われてて。え、っていうかさ、うん、ペニーさん聞いた、なんか行方不明みたいな。あ、聞いたよ。で、あのツイキャス復活してたよ、また。あ、そうなの。そうそう、ほんとよかった。大丈夫、大丈夫。あ、ほんとよかった。うん、ありがとうね、まさやん。あ、また話そうね、プライベートで。あ、了解。ありやす。あ、バイバイ。無限の彼方へ。さあ、行くぞ。笑ってこらえて、やれんの勝って。ということで、まあ養子をディスってしまって、水素ちゃんは、まあ、キャンプ一緒に仲良くやってたのに、その後酔っ払ってたマサイを見ちゃって、もう我慢ができなくなったという感じですね。はい、まあなんて言いますか、皆さんもね、お酒とかそういう部分あると思うんですけど、ほどほどに、してくださいってことですね。嫁いるのに抱きついた脅しですか？ん？脅しに感じる論点ずらしというか、ずる賢く感じる女性をやませて怖い。マサヤンさん悲しい、男怖い。あ、マサヤンに対してね。ってことですね。はい。まあそんな感じで、まあまあマサヤン VS 水素ちゃんで、まあ裁判になるかもしれないってことです。まあ水素ちゃん自身がどうするかっていう部分なんで。でも今日の朝の放送見てたら、もう裁判する気満々でした。はい。ということで、今日の、放送、ふわっち大炎上ニュース、終わり！はい。ありがとうございました。みんなね、たくさんね、昨日誕生日祝ってくれてありがとうございます。これだけ応援してくれる人がいるっていう部分で、もうこれを噛みしめて毎日配信頑張っていくんで、よろしくお願いします。はい、赤ずと金、それはなんか聞いたんだけど、本当付き合ってるの分からなくてさ、あれは本当に付き合ってるの？赤ずちゃんと YouTuber のね、30万人超えの金もんさんが付き合ったっていうのは知ってるんだよ。でもなんか放送見るとなんか微妙な感じだったから、これ断言してもいいのかなってちょっと悩んでる。あれはもう付き合ってるでうちに入るの？うん、もう付き合ったでいいの？あ、付き合ってるんだ。
そのぶっちゃけカネマンさんって若いよね。ダカツちゃん30代ぐらいでしょ。結構の年齢差あると思うけど、だから本当なんかなって感じなんだけど、本当なんだ。あれなんだこれ、つくのかな。オッケーってことですね。ユイもカネマン好きだし、俺ねカネマンさんそのアキコママの店で初めて会ったんだけど、めちゃくちゃかっこよかった。正直、まあ、コヨくんもかっこいいけど、コヨくんかっこよくてカネマンさんは美形だったね。ああ、ふわっちで一番男の子で可愛いかもしんない。それぐらい可愛かったよ、カネマンさん。めちゃくちゃ。みんな狙ってるんだ、カネマンさん。あれはモテるわ。可愛いもん、顔が。なんかホストっぽかったもん。抱ける。女の子にしたら、うん、間違いなく抱けるよね。あ、ウッキーさんも可愛いね。確かに。いい勝負かも。いい勝負。二人並んでほしいね。ケツの穴貸してほしいよ。カネマンは元ジャニーズだった。大丈夫？ちょっと心配だよね。元ジャニーズって聞くと。カネマンさん。うん。売名に必死ってコメントあってから、もしあるんだったら言った方がいいんじゃない？メディアに。あればね。うん。っていう、あ、違うの？あ、だったらいいや。はい。ということです。まあ、そんな感じで、今日のね、ふわっち大炎上ニュース、終わりです！ありがとうございました！はい。まあ、ちょっとね、今日はね、炎上ニュース終わりたいと思います。で、まあみんなよかったらさ、もうナイスの日数も少なくなってきたので、今日24日、あとね、1週間、頑張れば、ナイス1狙えそうなので、よければ教えてください。ってことです。あと何かニュースありますか？ないならまとめます。炎上ニュース。松平が電話してる？いや、来てない。来てるわ。ありがとう、誕生日。あ、ゲンさん、どうした？まあちょっとトンボ帰りで帰ったからさ。うん。ちょっと祝ってあげるなんてごめんね。祝うつもりなんてもともとなかったくせに。いや、そんなことない。いや、そんなことあるでしょ。いいよ、ゲンさん。そんな偽善的なこと言わなくたって。偽善的言わなくたって、そんなつもりはないでしょ。何なんだ。チェキとかでもさ、飲みすぎるなよって、わって言った、一回わって言ったじゃん、外行った時。いや、言ってない。覚えてない。ほら、いいとこ取りすんなよ、そんな。いいとこ取りじゃなくて、覚えてないんだもん。ごめんね。まあ、酔っ払ったからね。そうそうそう。ゲンさんとの会話、てかゲンさんと会ったことさえも一部分、ゲンさんだけの記憶だけが消えてる。いたの、そもそも。うん。マジで？中ちゃんと誰かがいたっていうのは覚えてるんだよ。あれだったかなっていう。あ、俺に似てた人かもしれない。あ、そう？ゲンさんだったあれ。うん、俺だった。うん、そっかそっか。で、何の電話なの、ゲンさん、これは。お祝いの言葉ってこと？おめでとうの電話だよ。あ、ありがとう、ゲンさん。うん、俺、何歳になったと思う？28でしょ。ありがとう。嬉しい。違う。そうだよ、合ってるよ。玉露がいいからさ、俺。ありがとうね。まあ、無事迎えたんですけど。はい。これからもね、こう1年間噛み締めてやっていくんで、ゲンさんもよろしくお願いします。はい。じゃあゲンさん、ありがとうね、電話。うん、無限の体へ。さあ、行くぞ。笑って、許して、やるんの、立って、ありゃすー、おめでとう、ごめん。ってことで、まあとりあえずね、今日の炎上ニュース終わります。じゃあまとめいきます。ふわっち大炎上ニュース、
まとめの前にナイスいいですか、すいませんリスナーさん、お願いします。1200でまとめます。よければ残ってくれてる方教えてください、お願いします。教えて、あと156人の方お願いします。太郎とイキリストの喧嘩は、あ、なんか養分がやってたね。正直イキリストはぶっちゃけ言うとさ、うん、友達作れないタイプだね。作ってもまあ半年後とか1年後ぐらいにはもう無理になってるっていうか、だからイキちゃんはねもう友達は作らない方がいいよ。うん、嫌われるから。配信者同士になり合うのもどうかっていう話だけれど、でもイキちゃんは多分慣れ合わない方がいいと思う。うん。ね、イキちゃんも分かってるでしょ、友達作ったらダメだって。そう、作らない方がいいよ。でもその割には寂しいもんな。めんどくさいなお前性格な。うん。だから友達とかそういうのを作ってね、やると思うけど、今も一人だからな今な。な、誕生日もいつか分からんけど。もう誰も今祝ってくれないんじゃない。イキちゃん頑張ってな、強く生きろよってことです。はい、ってことですね。まあちょっと1200はちょっときついそうなんで1250でいいです。44人の方お願いします。朝方まで一生懸命お返ししてる君最高かよ、ありがとうございます。あ、投げてくれてたね、ありがとう。バースデーケーキありがとうございます。あ、ありがとう。いいの？え、リリーさんがいる？今ケーキ投げてくれた人、なんとですね、あの有名な配信者からいただきました。ちょっと名前伏せます、一応ね、言った流れなんで。リリーさんどこにいるの？いなくね。うん、どこにリリーさんいるの？なんて書いてる、リリーさん大丈夫？はい、あ、ファンタスティックありがとう。じゃあ5発ありがとう。いやもう太郎くんありがとう、もう言っちゃう。もうあのさっき紹介したけど金のね、あの中ちゃんの部分ありがとうございます。7万円分太郎くんありがとうございます。本当にまあ太郎くんとねキリストはね仲良かったんだけど、何かしらの拍子でね喧嘩しちゃったんですけど、僕はあの二人の仲良し放送好きなんでね、仲良くしてほしいなっていう気持ちです。はい、ということですね。で最後にまあ骨をね、まあ、折っちゃったの方のリスナーさん、本当に申し訳ありません。まあ明日手術らしいんでね、本当に無事手術終わることを祈ります。で退院はね5月中にはするらしいので、はい、もうその退院した時は、まあ、また会える時間とかそういう部分、まあ、会った方がいいのかも分かんないんで、まあ、裏で連絡取っていろいろねその治療費と慰謝料の話、ね、していきましょう。本当すいませんでしたってことです。はい、って感じですね。あとはもうないですね。じゃあもうまとめます。はい、いや昨日か明日が手術って言ってて、で明日になったらしい。うん、ってことです。本当すいませんでした。よければね、時間があればよろしくお願いします。ってことでまとめます。ふわっち大炎上ニュースまとめ。よっさんがコメント番、5月の30日まで番です。マルコさん衝撃事実、ミルニャンとペコボちゃん実は別れていなかった、そして別れた。はい、今日の本タイトル、とある配信者が裁判、マサヤンが水素ちゃんっていう方に訴えられそうになる。で、水素ちゃん、
はまあそのマサヤンに養子実されて訴えるというね、まあ方向性に向いてます。はい、バルバルさん、車で事故、民間の壁にぶつけてしまって、車が、事故りました。で、送迎中だった部分があって、女の子が怪我したのかな、で救急車で運ばれて、もうすごく大変だったということらしいです。ももらちゃん病気を患う、ツイッターにて橋本病と、ね、あの医者に診断された模様です。はい、どうやら一生治らない病気らしいです。はい、で昨日ね、誕生日28日、23日、28歳パルパル迎えました。あの応援してくれたリスナーさん、そして配信者の方々、ありがとうございます。これから28歳、心機一転、頑張っていくんで、今後ともよろしくお願いします。静香ちゃん覚醒、イベントラストの日に、300人ブロックした模様。で、エセヤカさん、イベント21個のため引退。ヒドンナさん、自主映画を作る。近日公開。ルイさんとエミ太郎ちゃん、復縁。たくまくんの給料いいや。で、今日は佐野さんの四十九日です。佐野さん、本当に、いろいろあったと思いますけど、ご冥福をね、お祈りいたします。はい。ってことですね。ヤスポン、何ヤスポンって、ん？いや、ヤスポンさんには直接会ったけど、急性アルコール中毒